ーロラ作りたい。ガスとぶつかれば発光するのではないかと。じゃあ、いきますね。お願いします、はい、スイッチオン。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、黒田ありさです。今回も星の数ほどある YouTube 動画の中からこちらを選んで見ていただき本当にありがとうございます。今回はこちらの背景ということは皆さんお気づきなのではないでしょうか。本日はコラボ動画です。ゲストは、雷を操ってるということで、ジョーカー元気です。すごいびっくりした。エネルかと思いました。エネル、はい、確かにワンピースの。改めまして、元気先生と今回はコラボしていきたいと思います。さあ、今回なんですが、はい、宇宙で起こっていることを再現しようシリーズ第2弾ということで、元気先生、私、はい、オーロラが見たいんですよ。オーロラが見たい。オーロラ作りたい。綺麗ですよね、はい、厳密にはなんでオーロラが発生するのかまだ詳しくははっきりは分かってないらしいんですけど、うん、可燃粒子が太陽風によって飛んできてそこの大気とぶつかって発光する。なので、まあ、大気を発光させればいいってことですね、はいはい、ちなみにそうですね、もう一つの原理としてはあそこまで発光するにはすごい電力が必要らしくて、はい、地球がやっぱ磁石になってるじゃないですか。南極、北極、S 極、N 極ってことで、はい、そこに太陽風の電気の流れがコイルになって流れることで空気中の窒素原子や酸素原子とぶつかって発光してるっていう説もあるみたいですね。うーん、だからすごい電気がガスとぶつかれば発光するのではないかということですね、はいはい、それは実験室で再現できるんでしょうか。そうですね、ぜひちょっとどうだろう、やったことないんですよ、あんまり。成功するかどうかやっていくのがやっぱりね、実験の面白いところですからね。そうですね、初実験やっていきましょうか。はい、ここには、まあ、電気、強い電気、さっきお見せしたやつがありますから、はい、ここに空気を当ててその空気が発光するかどうかをまずやってみましょうか。これ巨大なフラスコですね、はい、顔入りますね、はい、宇宙服みたいな本当に、はい、このめちゃくちゃでっかいフラスコの中の空気が光ればこの中にオーロラが見えるはずじゃないですか。ただ感電するかもしれない。いや、かもじゃなくて、それは念のため、はい、これつけておきましょうか。これをつければ安心なんでしょう。さっき の雷起こしている時は、はい、元気先生は全然ビリビリはしてないんですか。なんかね、失敗して一瞬ビリっていきましたね。はい、つけました。こういう実験室でオーロラを見ることができるか、はい、やってみましょうか。やってみます、はい、じゃあ、それ死にますね。え、そうなんですか。この距離死にますね、はい、ちょっともうちょい離れていきましょう。もうちょい離れてもらっていきます。お願いします、はい、怖い大丈夫でした。感電はしなかったですか。めっちゃ来てましたけど。いや、もう怖いきます。はい、どうですかね。オーロラっぽくはなかったですねそうですね、はい、どこの空気も光るんであれば別に上空じゃなくてもいいじゃないですか、はい、そうです ね、まあ、上空っていう理由は、まあ、真空放電、空気はそのままじゃ絶縁体で電気通さないんですよ。真空に近くしていけば電気が通るようになると。うん、じゃあこれは真空にしようということですね。そうですね、できるかちょっとやってみましょうか、はい、ではスイッチオン。オン、では、いきます。お願いします。おー、光ってる、綺麗。おー、光ってますね。光った、はい、すごい、はい、これもうちょい暗くできる。では、いきます。
あれどうしました？今お腹に。お腹に来た。はい。お腹に来た。はい、雷、ね、落ちちゃいました。ちょっともうちょい話さないとあれ。今オーロラはね、はい、見えましたよね。見えました、ね、ちょっとだけ足してみようかな空気。はい、じゃあ行きます。うわ、いや、めっちゃ綺麗ですね。すごい綺麗。はい、なんかちょっとだけ、はい、あの空気を入れた時の方が、うん、光り方が柔らかくなりましたね。そうですね、うん、なんか本物のオーロラになんか近いというか、うん、ふんわりして、うんうん、空気ってまあ質量ありますからね。下の方は空気厚くて上の方は薄くなるから、薄く空気がなると空気が電気で発光するっていうのがね、うん、オーロラなんですよね。はい、ただちょっと色があ紫じゃないですか。そうですね、ピンクっぽい紫というか、ね、オーロラって何色です？赤とかもあります、緑もあるし、うん、まあ、もちろんピンクとか紫っぽいのもあるし、うん、っていうことで、紫色なのは窒素の色なんですね。で、あのよくあるあの緑色のやつは酸素原子にぶつかって発光してるっていう状態なので、中に入れるガスによって色が変わるんですね。そういうことですね。そうなんですよ、はい、で今回このためにいろんなガス用意してみました。やったー水素、ヘリウム、はい、酸素、これアルゴかな、ネオン、窒素、何のガスを試してみたいですかどうしましょう。じゃあまずやっぱり窒素の次に多い酸素、酸素いってみますか。いってみましょうか。いや、僕も見たことないですよね。やっぱりでも緑になってほしいですね。ですね、はい、酸素になってほしいな。どうなるでしょうか。いきますね。はい、ほぼほぼ紫、ちょっと白っぽい感じですね。白っぽい感じもありました。はい、そうなんですよ。酸素ね、僕もやろうと思ったんですよ。この巨大なところに酸素を入れておけば、はい、そういう色になるんじゃないかと前やったことあるんですけど、やっぱりならなくて、これやっぱ酸素分子だからなんないですね。そういうことですね、はい、あの色は酸素原子じゃないとならないらしくて。そうか、ちょっと他試してみたいと思います。そうですね、やっぱりあの宇宙の中で一番多い気体の水素、水素いきましょうか。いきます。どうですかね。さっきほどやっぱり紫ではないけれども、はいはいはい、白っぽい紫というかですね、はい、結構白っぽかったですね、水素の色は。白っぽかったです。もうじゃあいくつかもういっちゃいます。同時にいっちゃいましょう。はい、何これ、何も書いてないやつがある。何これこの辺いっちゃいましょうか。ちょっと何も書いてないやつと、はい、ヘリウム、セノン、アルゴン、いきます。スイッチオン。どうですか。まずヘリウムがちょっと赤っぽいピンクというか、うん、はい、確かになんかオレンジっぽいような赤っぽいような。そうですね、あと何も書いてないのがなんか水色っぽい色に、なんか色光ってましたね、青いというか水色、はいはい、なんだこれ何なの。ちょっとね、中国のアリババで買ったんですけどこれ何なんだろう、ちょっと見てみていいですか。はい、あ、クリプトンだこれ。クリプトン、あれ来た時はなんか KR って書いてあったような気がしたんですけどねで、僕が一番好きなのはネオンなんですけど、はい、じゃあ綺麗な光だったやつと合わせていきましょうか。そうですね、はい、やってみましょうか。やってみましょう。スイッチオン。
ということで、ネオンすごい綺麗でした ね、 ね、光ってましたね。はい、蛍光っぽいオレンジっていうか、確かに確かに、しかもそのオーロラっぽいふんわりとした、はい、ふんわりしたのが見えましたか。はい、ネオンランプって昔から使われてるのは、ネオンがすごい光るから、あ、はい、こうやって発光するんですよね、電気流すと。はい、うーん、オーロラね、やっぱりやっぱあれですよね、緑色ですよね、オーロラといえば。やっぱ見たいですね。見たいですよね。ちょっといろいろ考えたんですよ、どうにかできないかと思って、はい、でこのちっちゃいサイズじゃなくて、さらにこのでっかいサイズでね、はい、で1個だけやれそうな方法があって、はい、蛍光塗料を入れて、はい、ここに電気が流れて真空放電状態になる。そしたらまあ紫外線が出てるわけですから、それで紫外線でこの周りがさらに光らないかなと。ちょっとぜひそれでチャレンジしてみましょう。やってみましょう。はい、はい、どうですかね。うん、だいぶまんべんなくまんべんなく、本当はね、もうちょっと緑っぽくない感じにしたいんですけどそこは多分映像の修正でどうにか。最初から緑色いや違うんです、ここが、はい、この後すごい緑色になるはずですから。そんなに緑色になりますか。多分ちょっと見てみましょうか。見てみましょう。はい、大丈夫ですね。緑色のオーロラが見えるでしょうかこれが発光した緑色のオーロラが目の前で見えるはず。はい、ちょっと僕の計算ではですが、はい、一度もやったことないのでどうなるのか、うん、いや、それが実験というものですから。そうですね、はい、のかドキドキしますね。はいじゃあ行きますね。お願いします。はい、スイッチオン。いや、行けましたね。めちゃくちゃ発光してましたねどうしました。元気先生、やっぱり光自体は紫でしたね。でもなんかすごい光ってましたよね、さっきの状態。そうですね、こう緑のボールの中に紫っぽい光がこうつながってるって感じでしたけど、でも確かに緑に光ってました。そうですね、うん、そうですね、僕の力では最大限今のところこのくらいですそのうちね、酸素原子だけどうにか手に入る方法が分かれば、はい、中ね、緑色にしたいなと思うんですけど、はい、でいつかはやっぱね、カナダイエローナイフとか、はい、フィンランドでしたっけ、フィンランド、はい、ちょっと行って実際に見てみたいなって思いますね。いや、でもこうやって実験室で、うん、あのオーロラを再現することで、うん、オーロラってどうやって光ってるんだろうっていう、うん、その原理に立ち返ることができたりとか、うん、自分の目で見ることって大切なんだなと思いました。そうですね、うん、本日の YouTube はこれまで。ちなみに日本でもオーロラが見られることがあるんです。古いものでは7世紀の日本書紀にも赤いオーロラが見られたって書かれていたんですよ。確かに赤いにあの空気の木って書いて、はい、オーロラっていうのを表すみたいです。いつか日本でも見られたらいいな。そうですね元気先生のチャンネル元気ラボともコラボ動画を配信しています。そちらもぜひ見てみてください。お願いします。はい、この動画が少しでもいいな、ためになったなと思う方はいいねボタンと部員登録コメントをよろしくお願いします。部活動お疲れ様でした。Ha ha ha ha!